皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画は何かネタが見つかったらやってくる企画としてやっています言わせてくれなくちゃだわのコーナーなんですけれども、今回テーマとして選んだのが動的解像度ダイナミックレゾリューションというものなんですけれども、これが果たして全ての問題を解決する万能薬エリクサーなのか、全ての問題を先送りする禁断の麻薬なのかというテーマで動画にまとめてみました。今回はこのテーマでお送りしたいと思います。まずはじめにこのテーマを思いついたきっかけなんですけれども、それがこちらでして、 PC ですね、パソコンのゲームのベンチマークが公開されているんですけれども、これは主にハイエンドのビデオカードのベンチマークです。18種類のゲーム、それの平均フレームレートっていうものが公開されているんですけれども、でその18種類のゲームっていうのはこちらです。ゴッドフォールとかウォッチドックスレギオンとか、最近のゲームからちょっと古いゲームまでたくさん並んでいる18種類のゲームをいろいろなビデオカードでフレームレートを計測して、その18種類の平均を出してランキングを決めましょうというサイトの企画があったんですね。で解像度別にやっていたんですけれども、まずはフル HD です。こんな感じで URL 下に貼ってますので、興味ある方はご覧いただければと思うんですけれども、一番下でも RTX2080 で、一番上が最新の3090とか6900とかこの辺まで入ってる本当にウルトラハイエンドのビデオカードのランキングになってます。でこの数字がフレームレートです。フル HD で18種類のゲームでベンチマークを取った時の平均値ですね。RTX2080 でも 138fps、 RX6900XT だと 207fps です。めちゃめちゃ高いですよね。もちろんこれビデオカードがすごい高性能だからこうなっているんですけれども、次に 4K の場合なんですけど、 4K のランキングがこちらです。若干入れ替わりありますけれども、やっぱり価格に比例するようなランキングとなっています。でこれ見てすぐわかると思うんですけれども、 RTX3090 っていう本当に一番上のスペックのビデオカードを使っても 4K の平均フレームレートは108なんですよ。つまり PC でも 4K の 120fps なんて無理ということなんですよね。でちなみにこのそれぞれのビデオカードの価格がこちらです。でこれはあくまでもビデオカード単体の価格で、パソコン本体の価格は含まれておりませんので、これよりさらに何十万円か足されるような感じになります。一番安くても68,000円ということで、 PS5 本体よりも高いです。で一番上だと20万円なので、ちょっとですね、もう次元が違うような金額になっているんですけれども、そのぐらいの値段のビデオカードを持ってしても120平均で出ないってことなんですよね。でさらにこれはそれぞれのビデオカードの浮動小数点演算の性能値です。テラフロップスって読むんですけれども、若干こう入れ子になってるところあるんですけれども、これは RTX と RX のアーキテクチャの違いで数字がそのまま比例にはなってないんですけれども、大きな流れとしてはやっぱりテラフロップスが小さいほどフレームレートも小さくて、テラフロップスが大きいとフレームレートも大きくなるという比例関係があります。で PS5 は 10.3 テラフロップスなんですよ。つまりここなんですよね。パソコンの場合は 4K で57から60の間ぐらいということで、 PS5 の実力っていうのは 4K のフレームレートを平均で言うと60ぐらいじゃないかっていうのがわかります。つまり PS5 で 4K120fps なんて無理という話を結構ネットでも見かけると思うんですけれども、なんですけれども実際どうなのかって言いますと、私もこのチャンネルで PS5 の 4K のハイフレームレートの実際のフレームレートを計測した結果を動画でご紹介しています。その一つがデビルメイクライ5の 4K のハイフレームレートモード、結果がこちらです。これは戦闘シーンですね、バトルの中での平均フレームレートが 116fps 出ています。でもう一つ、レインボーシックスシージの 4K のパフォーマンス優先モード、こちらの平均フレームレート、これもバトルですね、 120fps 出ています。意外と前線してると思いませんか。でこれがなぜかっていうことなんですけれども、これは実はからくりがありまして、フレームレートを上げるための2つの代表的な手法があります。それは今からご紹介したいと思うんですけれども、まず1つ目がアップスケーリングっていう技術ですね。これは何度かこのチャンネルでもご紹介していると思います。こんな感じで PS5 が絵を描いて、それがモニターに表示されるまでの流れなんですけれども、今これ最初から最後まで 2160 4K で一気通貫につながっています。これがネイティブ 4K って言われているものになります。
で、実際にここの部分ですね、この CPU、GPU がボトルネックになって、この後の全体のフレームレートが落ちてしまうっていうのが 4K のゲームの問題です。で、アップスケーリングってどういうことかというと、この一番負荷のかかる部分の負荷を下げてあげようってことなんですよね。こんな感じで、途中まで解像度を下げて、一番最後に解像度をアップスケーリングっていうのは拡大です。拡大方法はいろいろ種類があるんですけれども、なるべく分かりにくいような方法で元の絵を拡大してそれを送り出すっていうのがアップスケーリングです。で、これはこの CPU、GPU の中でアップスケーリングする。つまりこれはゲームエンジンがアップスケーリングを担当するっていう方法もありますし、この PS5 のディスプレイコントローラーに任せるという方法もあります。例えば PlayStation 4時代のゲームを PS5 でプレイする場合に 4K で映るというのは、このディスプレイコントローラーが 4K にアップスケーリングしてくれているからということなんですよね。で、PS5 向けに作られたゲームっていうのは、どっちかというとこっちのゲームエンジン側でアップスケーリングをしているものが多いということになります。これがアップスケーリングと言われているものなんですけれども、例えばゲームの中にモードってあると思うんですけど、パフォーマンス優先とか解像度優先とかいろいろ種類がゲームによっても呼び方が違ったりするんですけど、パフォーマンス優先の中に解像度を下げるみたいな表現がある場合があります。そういうのはこのアップスケーリングを使っているレンダリングの解像度として一番最後にアップスケーリングして 4K に上げていますよということが書いてあるゲームもあります。で、もう一つの方法が今回テーマとしているダイナミックレゾリューション動的解像度というものです。こちらですね。で、今回の動画はこちらを中心に話していきたいと思います。で、この動的解像度というのは先ほどご説明しましたアップスケーリングよりもちょっと話が複雑でして、どういった技術かというのをゲームエンジンの開発メーカーが説明してくれています。こんな感じですね。これはアンリアルエンジンというすごい有名なゲームエンジンです。あのフォートナイトを作っているメーカーのゲームエンジンで、フォートナイトもこのアンリアルエンジンを使って作られています。こんな感じで英文で書いてあるんですけれども、これを和訳するとこんな感じになります。動的解像度は直前のフレームの GPU の負荷に応じて画面のサイズが調整されると。例えばオブジェクトがすごい多い時とか、すごい重いエフェクトを使った場合とか、そうなると GPU の負荷がすごい上がるんですよね。その場合に解像度をヒューリスティックっていうのは、ドンピシャの解像度はわかんないけれども、このぐらい落とせばフレームレートを維持できるんじゃないかっていう推測を行って、その解像度まで落とすということが行われるっていうことです。で、これを使うと画面の解像度は落ちますが、それによって GPU のレンダリングタイムが確保できるので、目標のフレームレートが維持できるということが書いてあります。つまりどういうことかというと、動的解像度というのはフレームレートを優先するレンダリング手法ということになります。これまでって固定の解像度で動的なフレームレートだったと思うんですよ。例えばフル HD とか 4K とか解像度を決めたら、なるべく高いフレームレートを維持するように頑張って計算をするみたいな感じだったと思います。で、今回紹介しているダイナミックレゾリューションというのは、逆にフレームレートを固定にして、そのフレームレートを維持するために解像度の方を下げましょうということです。ただ固定って言ってもそううまくはいかなくて、現実的にはどうなっているかというと、こちらは固定の解像度、これはもう物理的にモニターの都合がありますから、フル HD とか 4K とかパネルに合わせた解像度固定になって、計算が間に合う最大限のフレームレートで送り出すというのがこれまでだったんですけど、このダイナミックレゾリューションというのは固定にはできないけれども、先ほどご説明したヒューリスティックに決定しますので、目標のフレームレート、例えば60とか120とか目標を決めて、それを維持できるように解像度を上下させるっていうのがダイナミックレゾリューションです。つまりダイナミックレゾリューションによる 4K120fps っていうのは、最大で 4K でほぼ 120fps ということになります。計算を間違えた場合とかは120を割ることもあります。118とか115とかなんだけれども、目標としては120をターゲットにするということです。で、最大で 4K っていうのは負荷が低い時、それは 4K フルフル出ている場合もありますし、先ほどのアンリアルエンジンの説明であったようなオブジェクトが多い時とか、エフェクトがすごい多い時は解像度がぐんと下がって、もちろん加減はありますけど、
おそらくフル HD ぐらいまで下がることもあるのではないかなと思います。というのがダイナミックレゾリューションなんですけれども、なんでこんなものが導入されるのかということになるんですけれども、それはですね、これ一部個人的な感想意見も入ってるんですけれども、解像度を上げることによるメリットとフレームレートを上げることによるメリットを比較したときに、こっちの方が大きいということだと思うんですよね。解像度って要は絵が綺麗という問題じゃないですか。で、フル HD を 4K にしたら確かに細かい線とかが綺麗に見えるとかあると思うんですけれども、そのメリット、絵が綺麗だなっていうメリットと、フレームレートが速くなることによって絵がボケないとかインプットラグが減るとか、そういうメリットを比較したときに、どっちがプレイヤーにとって嬉しいかと考えると、こっちじゃないかというふうに考えているゲームメーカーが多いのではないかなと思います。で、今回これをテーマにしたってことは、ちょっと言いたいことがあるってことなんですけれども、つまりこれは問題があるんじゃないかということなんですよね。で、何が問題なのかと言いますと、これはちょっとですね、話が長くなっちゃうんですけど、フレームレートの検証っていうのは難易度が低いんですよ。つまり解像度固定でフレームレートが変わる場合、どのぐらいフレームレートが落ちてるかを測定すれば、そのゲームのクオリティってのが測れると思うんですよね。で、そのためのフレームレートの検証っていうのは難易度が低いということです。で、例えばゲーミングモニターってフレームレートを表示する機能があったりするじゃないですか。それ以外に私もこのチャンネルでやってみましたけれども、キャプチャーボードとかカメラを使ってフレームレートを計測することも可能です。結構これは簡単にできることなので、ゲームのクオリティを評価しやすいんですよね。で、今度逆に解像度の検証ってのは難易度が結構上がります。ダイナミックレゾリューションというのは、フレームレートはほぼ目標のフレームレートにぴったりすることが多くて、解像度の方が動的に変わるんですけれども、解像度が今どのぐらいかっていうのを測らないとゲームのクオリティが評価できないということになるんですけれども、その解像度を測るっていうのが結構難しいです。方法がないわけではなくて、例えばキャプチャーをして一枚一枚の画像を評価することが可能です。ここに書いたフーリエ変換という計算をして画像の周波数成分を検証することができます。で、その高周波部分の成分がどのぐらい減少しているかを測ることで推測することができます。ただこれはあくまでも推測なので、元の解像度をぴったり当てることはできないんですよね。フレームレートの場合はほぼぴったりとした数字が出てくるんですけれども、解像度の場合はあくまでも推測値になります。例えば真っ白の画面とか真っ黒の画面って、もともと解像度っていう意味があんまりないじゃないですか。そういうところはもちろん検証できませんし、なので絵の内容によって推定しやすいものと推定しにくいものがあるので、仮にこの手法を使って解像度をフレームごとにグラフにしていっても、結構ですね、こうノイズが大きくてフレームレートのような滑らかなグラフにはならないと思います。で、この計測が難しいってのも問題なんですけれども、さらに大きな問題として、先ほどこんな感じでメリットを比較したと思うんですけど、これ逆に言うとこういうことになります。解像度低下のデメリットよりもフレームレート低下のデメリットの方が大きい。まあこれ当然ですね。で、これはつまりどういうことかというと、相対的に解像度の低下の方がデメリットは低いということは分かりにくいってことなんですよ。解像度を動的に変えられてもプレイしてる方は分かりにくいんですよ。デメリットが低いわけですから気づかないということなんですよね。これが結構問題として大きいのじゃないかなって思うんですよ。で、いつからこれが始まったかということなんですけれども、これ年ですね、2014年、2015年、2016年で、今2020年じゃないですか。で、プレステ4がこの辺に発売されて、日本はちょっと遅れましたけど、ずっと今も発売されています。で、プロがこの辺に発売されてまだ売ってますよね。で、今回 PS5 がここで発売されたんですけれども、ダイナミックレゾリューションが広まってきたのはこの辺なんですよ。この辺に Unity とか Unreal Engine という超有名なゲームエンジンがダイナミックレゾリューションのサポートを始めました。で、その機能を使ってゲームメーカーは簡単にダイナミックレゾリューションを実装できるようになっていったんですよ。
で、この時期どういう時期かっていうと、プロが発売されてちょっと経った時期じゃないですか。ちょうど1年ぐらい経った時期だと思うんですけど、つまりプロによって 4K が当たり前、ゲームを作るときに 4K が求められるようになってきた時代なんですよね。で、4K ってフル HD の4倍の計算量が必要じゃないですか。で、プロは PS4 の2倍の性能しかないので、だからチェッカーボードレンダリングとかいろいろなテクニックが実装されてるんですけれども、そのうちの一つの技術としてダイナミックレゾリューションも登場したと考えることができます。じゃあ実際にこのダイナミックレゾリューションを使っているゲームってあるのか？って思われると思うんですけれども、 PS5 のゲームでダイナミックレゾリューションを使ってるゲームの一覧がこちらです。こんな感じで結構あります。これは公式に使っているよってゲームメーカー自体が発表しているものと、あとはゲーム雑誌等でこのゲームはダイナミックレゾリューションを使っているって書いてある記事があったものがこのリストです。なので抜け漏れはもちろんあると思うんですけれども、この辺のゲームは実際にダイナミックレゾリューションを使って実装がされています。で、結局何が言いたいのかってことなんですけれども、まず一つ目に、これって結局技術的な進歩によってダイナミックレゾリューションっていうものが可能になったんですよ。 GPU の負荷に応じて動的に解像度を変えてくれる、それも1フレーム単位で変わっていくっていうのはすごい高度なテクニックだと思うんですよ。その技術は本当に素晴らしいものだなって思います。で、さらにこれが顧客満足度、カスタマーエクスペリエンスを高めるために使われる、解像度よりもフレームレートを維持した方がゲームプレイが向上する、そういう目的で導入されているダイナミックレゾリューションというのは当然これは歓迎すべきものだなって思います。ですが一方でこっそりと導入するのはちょっとどうなんだろうとも思います。まあ当然ネイティブ 4K ですって言ってこれを導入するのは半ば詐欺みたいになっちゃうんで、そこまでひどいところはないと思うんですけど、ネイティブとは言わずとも 4K ですって言って実はダイナミックレゾリューション使ってましたみたいなのはマーケティング的にあり得るとは思うんですよ。ただそれが一消費者としてはちょっとって思うところはあります。で、最後が一番問題だって感じてるんですけれども、これってハードウェアのスペック的にどうしようもなくて導入するものってことだと思うんですよ。なんですけれども、最初からこのダイナミックレゾリューションありきでネイティブ 4K は鼻から諦めてしまうっていうのは技術的な進歩がそこで止まっちゃうんじゃないのかなって思うんですよ。なのでそれはゲームメーカーも技術的な進歩ができないというデメリットありますし、ゲームのプレイヤーですね、消費者サイドもゲームが進歩していかないっていうのは当然デメリットなので、お互いにそこはいいことがなくなっちゃうのかなと。なのでこれ冒頭のタイトルで禁断の麻薬って言ったんですけど、これってすごい便利な機能だと思うんで、なのでやっぱり便利な道具ほど使い方間違えると薬にも毒にもなってくると思いますので、この辺は結構ですね、ゲームメーカーのバランス感覚というかその辺が必要になってくるのではないかなと思います。というわけで今回は動的解像度ダイナミックレゾリューションは万能薬エリクサーか禁断の麻薬なのかというテーマでお送りいたしました。で、今回の内容は結構ですね、個人的な意見も強くなっているので、皆さんもいろいろな意見があると思いますので、ぜひコメントでお送りいただけますと嬉しいです。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。